自分は大阪いるんですよ。はい。大阪いるのになんかそっちから大阪弁が聞こえてくるんですごいなんか面白いですね。なんでやねん。受けたじゃん。拳王チャンネルで一番好きなあれは何ですか。あもちろんもちろん。やっぱり。おありがとうございます。拳王チャンネルだ。今日は拳王チャンネルスペシャルな回だぞ。なんと混合メンバーみんな来てもらったぞ。混合メンバー来てくれ。おいどうだ、拳王チャンネルを見ているクソ野郎ども、これから日本武道館に向けてそれぞれの意気込みを語るからな。拳王チャンネルで一番好きなタイトルを言ってもらおうか。まずはおいおい、何笑っ、おい、ひろき何笑ってんだよ。もしやもうまあいいや、まあいいや。まずはじゃあ橋の大原から。よろしく。はい、ムイビンこと大原はじめです。好きな拳王チャンネルの、題名がちょっとパッと出てこなかったんですけど、拳王と海で泳ごうみたいな、あのめっちゃ綺麗なロケ地でこう緑のなんかこう飛んでるみたいなところ、おお、めっちゃいいロケ地なんだ。見てくれてんじゃん。あれが一番僕の中ではこういうのとか羨ましいなと。ありがとう、癒された。じゃあ続いてタダスケは。はい、今後のタダスケです。好きな拳王チャンネルの、タイトルはあのあれどこの海なんですかね、あの綺麗な海、あれ。おいおいおい、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。どこの海？いや、どこの海って、海は世界中全部繋がってるから、海は海なんだよ。ああ、なるほど。よろしくお願いします。はい、じゃあ続いてそや。はい、そや学です。好きな拳王チャンネルはあのドライブで拳王さんの言葉を聞けたチャンネルです。わかった、もしや登場したやつでしょ、ツヤがチムドンドンですか。そう、うん、ドライブでチムドンドンの話をして、はい、あのツヤが出たあの伝説の回の話をして、それはまあ自分のこと言ってくれたの、うん、あ、見てる。でその後のね、朝一でちょっとこう大吉さんが触れるかなと思ったら全く触れない。そう、あの朝一史上最短でチムドンドンの話終わったっていう、うん、どうせですか多分。いや、それは嘘だけどね。まあまあ、でも見てくれてるっていうことでよかったです。じゃあ次はヒロキ。はい、今後のヒロキです。好きな、拳王チャンネルは拳王の Uber Eats 1万円頼んでみたです。全然ない。それは全くないでしょ。やってなかったっけ。はい、ヒロキは多分これ見てます。いや、ちゃんと見てますよ。ちゃんと登録してこれから見てください。はい、そしてそして、はい、中島勝彦。はい、拳王チャンネルで、一番僕が見たい、チャンネル見たいチャンネルは全部食べれるまで帰れませんみたいな。あ、見たいね。それでも俺一人じゃなくて今後全員でやってなんかファミレス面白いアイディア。それ今度やろうよ。今後全員でファミレス行って上から下まで全部食べるから帰れまって帰れません。面白い。いいアイディアくれるけど、多分拳王チャンネル全く見てません。いや、ギャング辛そうでしょね。おお。あれが俺ぶりだな。よし、じゃあ最後、船木さん。お、船木さん。いや、今後全員出演って言ってても船木さん出てない。1年生のくせに。1年生のくせに出てない。心ほら連絡してたから。あ、ダスケさん。そうだね、船木さん担当。団結力が足んないもん。そう、ちょっと電話しましょう。ダスケさんだけが連絡してたもん。そうだね、唯一船木さんと通じる。初めて感じました。あ、電話はね、遊びがね。聞こえます？あ、聞こえた。集合だからね。もしもし。あ、お疲れ様です。タダスケです。もしもし。はい、はい。あ、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや。違うでしょ。まず、船木さんがなんでこの場所にいないって怒るって言ってたじゃん。いや、よう怒らんすよ、そんな。船木さん。はい、はい。タダスケがなんか言いたいことがあるらしいですよ。え、
何を言いたいですか。いや、俺はちょっと思いの丈、思いの丈。あの今日のイベント船木さんにも来てほしかったです。ああでもちょっと大阪からなんで難しかったですよね。こっちあの自分の仕事あるんで。いや、普通に帰ってくるんですか。やっぱりな。おお。いやそうやと思いましたよ。うん、でも船木さんの話題で盛り上がりました。ありがとうございます。どんな話題をされたんですか。いや忠介が悪口言ってました。言ってないっすよ。言ってない言ってない。まあ、いないと人って言われるんですよ。いや言ってない言ってない言ってないです言ってない言ってない、はい、そういうことです。俺ガチメンバー大阪いるんですよ。はい、大阪いるのになんかそっちから大阪弁が聞こえてくるんですごいなんか面白いですね。おお、褒められてんじゃん。なんでやねん。受けたじゃん。でちなみに船木さん、あの剣王チャンネル見てもらってますか。見てます。あ、すげえ面白いですね。あ、いやいや、ありがとうございます。自分も船木さんのチャンネル見てるんですけど、またもし今度よかったらコラボとかでもね、一緒にお互いが、と思いまして。はい、大丈夫ですか。あの感じでキャラは大丈夫ですか。大丈夫です、全然。はい、はい、またもしあれだったら今後全員でコラボみたいな感じでやれればと思います。面白いですね。はい、ぜひお願いします。はいはいはい、あの剣王チャンネルで一番好きなあれは何ですか。もちろんやっぱり。おー、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ほんとあ、そうなん、いや、船木さん知ってますか？海って世界中どこでも繋がってるから、海は海なんですよ。どこの海とかないんですよ。自分のおすすめの海があって。おや、船木さん、まず海は海なんで、おすすめの海とかないんですよ。よろんと、はい、わかりました。はい、来週、もう1週間前ですね。いや、そうなんですよ、もうちょうど1週間なんで、はい、これからもっと気を引き締めて。そうですね、まあ、怪我だけしないように気をつけてください。いやー、ほんとありがとうございます。ありがとうございます。こっちもあの、3対3のタッグマッチで、はい、勝って上につなげたいと思います。あ、ちょうどトークショーでそういう話してて、多分向こうのチームって塩崎選手は杉浦君じゃないですね。そうです。だから多分あんまりその息は合わないと思うんですよ。あ、そうなんですよ、冷静な分析ありがとうございます。はい、だからこっちは息を合わせて、はい、はい、連携でやりたいな。本当ですね。で、その全員ね、第1試合でも勝って、船木さんの試合も勝って、メインも勝ったら、なんか忠介が言いたいことがあったらしいですよ。どういうことですか。全員勝利した暁には、打ち上げしましょう。打ち上げ、はい、あ、その晩に打ち上げするんですね。まあ、その晩かその翌日ですかね。翌日もしかしたら自分無理ですね。撮影あ、はいはい、映画ですか。映画です。今週もあの2回東京に移動しましたから。あ、忙しい、ね、忙しいですね。いや、本当に今あの人生で一番忙しいんですよ、実は。おお、月曜日こっちでパーソナルやって、はい、で夜に東京に入って、はい、で東京ご次の日の火曜日の午前中東京で撮影して、そのまま昼に帰ってきて、で夜パーソナルやって、でその次にもしパーソナルやって夜にまた東京入りして、そしてその次に東の昼に撮影して、一番本当にあの今53なんですよ。はい、一番なんか働いてます。日々お疲れ様です。じゃあまた、じゃあ落ち着いたらぜひ今後全員で、はい、お願いします。やっぱりあれですよ、武道館は、はい、選手の武道館男じゃないですか。はい、だから必ずあのベルトを取ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。1年生ペースじゃない？結果すごい楽しめましたね。よかったですよ、本当。でも今後メンバーなんかね、一致団結したみたいな感じになってじゃん。どっと疲れはしましたけど、日本武道館意気込みをじゃあまたお願いします。第1試合で勝たないとね、祝勝会になんないわけじゃないですか。
ってことはやっぱ第一試合滑るわけにいかないから、しっかり第一試合勝って、で船木さんに来てもらって、全員でねまた撮影できるように、とにかく第一試合絶対落とさない、取りこぼししないように必ず勝ちたいと思います。そうですね、今後の団結力見せしめて勝ちたいと思います。あと今後8人なんで、あとあいつがいるんで、近藤修司という人が、それも忘れずによろしくお願いします。1試合目からメインまで混合カラーで染め上げたいと思います。以上です。同じく明日は、日本武道館、この赤の日本武道館に今後は必ずします。全部食べきれるまで帰れませんよ。必ず実現したいと思います。いやいや、日本武道館の意気込みもそれは、それをもう実現したい。日本武道館の意気込みも、あ、ダメですか、ちょっとなんか外した方がいいのかな。そう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 、俺たち金剛が日本武道館漏れ言います。よろしく。まあね、俺たち金剛7人いや8人だったっけ、ああいや、もう本当一致団結して、プロレスリングの、ね、先頭を走ってる金剛が7月16日日本武道館ね、初戦第1試合からメインまで全部混合カラーに染めて、日本武道館を混合カラーに染めてやる。そしてメインでは新日本プロレス小島聡からノアの地方 GHC ヘビー級選手権を奪い取ってやるからな。おい、いいか、てめえらクソ野郎ども、これからはな、おい、金剛、そして GHC ヘビー級王者となる剣を俺についてこい。剣王じゃんけん、じゃんけん、はい。